こんにちは、速稼塾の久保でございます。暗号通貨関連のニュースをお届けしてるんですけども、昨今ですね、暗号通貨が大暴落するんではないかなという懸念を抱いていらっしゃるかと思います。もちろんその懸念は常にあるんですよ。上がるから下がるわけですからね。下がりっぱなしでさらに下がることもありますけども、結局相場ってどうなるかわからないわけですよ。で、どんな方の仮説予測も全てにおいてね、聞くべき点があります。まあ、ですんでね、有名人だから正しいとか、無名な人だから聞くべき点がないっていうことではないんですよ。全てにおいて根拠となるものがありますけども、でもね、結局当てれる人っていないんですよ。ですから自分の解釈が非常に大事になってきます。自分の解釈でエントリーをして、そして、リスクヘッジをして、ロスカットをしっかりと受け入れると、その繰り返しで資産を増えていく、資産が減っていく、こういった現象を、捉えていかなくてはならないときに、誰かが言ったからこうなったみたいなね、他者責任依存論では投資の世界は乗り切っていけません。どんな情報があろうとなかろうと、自分で判断していくら投じるか、そしていくらの損失を受け入れるか、これ全てね、自分で決めていくことなんですよね。ですので、私基本的に他の人の予測って全然ね、見ないし聞かないんですよ。ただし自分がこの人の言うことを聞いてみようって人の言うことはしっかりと学ばせていただきます。学んだ上で全部をその通りだと思うわけではなくて、自分なりの解釈も入れていくわけですよね。その結果プラスになっていればよしとして、プラスにならなかったら自分の考え方を否定して、また他の人へのね、学びっていうのを深めていくわけなんですけども、まあね、たまたま当たることも多いんで、当たったかどうか、本質的に正解なのかどうかってことを見抜く力っていうのをつけないといけないんですけども、学びのいたちごっこですよね。というところで、私はね、基本的にはテクニカル理論で言ってます。テクニカルを繰り返していって、プラスになり続けてんだったらいいかなと。でもまあそう言ってもね、暗号通貨って基本買っておくだけですから。安い時に買って、それをずっと放置しといて10年後どうかなっていうふうな長期投資で見てますんで、不動産みたいなもんですよね。トレードを繰り返すわけではないですから。基本的に1回決済したら二度とその通貨を私は購入することはないですね。税金の面でもめんどくさいですし、もうシンプルに考えております。その中でね、今からこれを買ったらいいよっていうアドバイスは私は基本的にはできません。今までになんで買っておかなかったのみたいなことをね、たまに言うかもしれませんけども、へこまないでくださいね。ただこれからも暗号通貨チャンスはあります。そのことをちょっとお話ししますね。テスラモーターズがビットコインを15億ドル買ったのは皆さんも記憶に新しいところなんですけども、じゃあテスラモーターほどの会社が買ったんだからということで、社内でね、ビットコインを社内資産として考えてもいいんじゃないかなという検討はこれからどんどん進むと思うんですよ。じゃあ検討した会社のその結果、一社も買わないかってことなんですよ。そんなことないですよね。どっかの会社はきっと買うと思うんですよ。ただね、株式を公開していたりとかすると株主に対する責任もあるんで、あんな暗号通貨なんて買って含み損出してどうしてくれるんだみたいなことが起きてもいけないので、そこはね、限られた会社になってくるかもしれませんし、特約を設けてやるのかもしれません。そして一気に大量保有はしないと考えています。ただ暗号通貨を決済手段として用いるっていうのはもう止まらないと思いますよね。それこそ国が規制しない限りはやってくるんではないかなと思います。ですんでね、今日も値動きを見ることによって、どの通貨がまだチャンスがあるのかなってことを考えていこうと思うんですけども、まずは主要コインから見ていきますね。主要コインのうちのビットコインが今ね、511万になってるところです。これです。すごい価格上昇してますね。これだから500万を今度は割りにくくなってきたんじゃないかなと思うんですよ。30日足見てみましょうか。だからね、絶対に価格が下がらないってことはないんですよ。ただビットコインはもう当面売らない、売ったら困るっていう人がいるわけですよ。社内保有しておくとか、一定期間資産として保全しておくために、短期売買ができない、そういった事情の方ももうここまで来ると増えてますんでね。ですんで400万を割らないっていうところぐらいかな。ビットコインのボラティリティってのは大きいですから、やっぱり一株単位じゃないですけどね、1ビットが今500万になってますから、2ビット3ビット売る人が出てきてもものすごい価格差になってくるわけですよ。そしてその1ビット2ビット3ビットっていうのを1ビット2万とか3万とかの時代に買った人も案外多いですからね。そういう人が利確をするとものすごく価格っていうのは下がったように見えますけども、ただ500万なら買わないけども400万だったら買うよとか、450万だったら買うよっていう風な潜在的な買いの需要もありますんでね。
その辺も考えていくとまだまだ伸びるんじゃないですか。1000万とかイーサリアムですけども、これ20万はもう私はね、絶対に行くと思うんですよ。ですんで買うんだったら20万になる前に買った方がいいと思います。で、私はもう買いませんけどもね。私は2万5000で買ってるんで、10万超えてから買うと平均取得単価をただ上に押し上げるだけなんで、もう買いませんビットコインも同じですけどね。100万以下で買ったからこそ今買わないって決断ができるわけですよ。ただまだ保有してない方はどこで見切りをつけて投じるのかってことを決断しなければならないので気が気でないですよね。次 ADA 見ましょうか。もうね、最近すごい人気の ADA なんですけども、この ADA 92円でしょ、 0.2 円で買ってますからね。 0.2 円で買ったら500倍ですから、もう ADA 買わないですよ。だって平均取得単価これも同じですよ。引き上げるだけになっちゃうんで、もう買わないですね。リップルはまあまあね、私ね42円で買ってますからね、うん、だからこれはまだね買い増しの予定がないでもないですけども、まあ、リップルはちょっとね暗号通貨の中でも特殊なんで、管理してるところがありますからね。だから分散型アプローチじゃないわけですよ。だからちょっと一種独特ですね、リップルは私から見ても、うん、でも好きですけどね。その他そうですね、これから買うのがこれがいいよってものがあるとすれば、そうですね、私がねこれがいいんじゃないかなっていう、まあ銘柄の選び方をお勧めしておきましょうか、お話しておきましょうか。まあ例えば同時コインなんてあるじゃないですか。こんな見たことも聞いたこともないコインですけども、全銘柄が上げてる中で唯一下がってますよね。だからこういうのがだから狙い目なんじゃないかなと思うんですよ。他の暗号通貨に関連せずに単独で動いてる通貨、こういうの、この同時がいいってわけじゃないですよ。でこういうのを見ていくとまだチャンスあるかなっていうふうに考えるんですよね。いわゆる逆張りの理論ですけども、まあ同時をどうするかどうかはねちょっとあれですけども、だからこの赤いやつね、これを見ていきたいなと思うんですね。まあでも本当ね全銘柄上がってますね。このね左側右側か、右側を見ていただきたいんですけど、折れ線グラフを、赤いところがこれ、あこれじゃないですか、アンプルフォース。なんだこれ、知らなかった。こんなのちょっとアンプルフォース調べてみようかな。これをね10万円ぐらい買っといたらなんか面白いんじゃないですかね。まあ全然わかんないですけど、今初めて知ったんで、アンプルフォースなんて、なんだこれ何のための通貨なんですかね。でもアンプルフォースとか面白いと思いますよ、うん、アルファファイナンス。まあでもね上がってない通貨を探すのが難しいですね。すごい、これなんて急騰してる、なんとかネットワーク。面白いですねやっぱね、シンフィンネットワーク、何これ、 1.58 円。あ、これあんまり上がってないですよ、上がったように見えて。90日で見てみましょうか。だから1円ぐらいのものが今 1.58 ですから、しかも最近の急騰ですからね。これをだから1万円買っとくとどうですか、8000通貨とか持っといたら、これなんかちょっとこれ調べようかな。シンフィンネットワークについて、今日のシンフィンネットワークの価格は 1.58 円、24時間の取引高はこれこれです、過去24時間で 38.9% 上昇しているということですよね。ビットフィネックスで取引できるんだ、なるほどね。とまあいろいろ言いましたけども、別に私ね暗号通貨になんかものすごく肩入れしてるとかね、暗号通貨を買い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 煽ってるわけでもなくって、私はたまたまね先行者利益で、もう多くの方がこう知らない時に買ってるんですよ。それこそコインマーケットキャップっていうのを皆さんよく見てると思うんですけども、こんなものをねろくに見てない時代から暗号通貨の方を見てみて、2014年ですか、でイーサリアムって言葉もまだ珍しかったですよね。それこそリップルなんて誰も知らないみたいな世界でした。そんな時にね暗号通貨ちょこちょこ買っていましたんで、だから今ちょっとね暗号通貨に関しましてはまあまあ、好意的かなってことですよね。それは儲かってるわけですから好意的になりますよね。ただ決済は全くしていません。
決済はなんかね、税金のことがいろいろありそうなんでしてないんですけどね。まあでもなんとなく面白いかなって感じですね。はい、じゃあ本日は以上でございます。